はい、こんにちは。今日はですね、コルベットの C2 紹介したいと思いますね。初めてじゃないかな、これね、紹介するのもね。昔確か C2 と C3 の比較はやった気がします。C2 とアバンティの比較をしたんだと思う、はい、そうそう、まあ裏側にあるけどね。で、まあ同世代のライバル、まあ圧倒的にこっちのがコルベットの方が強かったんだけどね。アバンティは最後ラストダンスを迎えちゃって、これが最終年式になっちゃったんだけどね。アバンティがもう増産できなくなったのは、グラスファイバーのボディをもう作れなくなったからなんだね。コルベットの C2 がグラスファイバーの工場を独占しちゃったから、アバンティのためにはボディ作れないということで、バックオーダー抱えちゃって、悲惨な最後を遂げてしまうんだけどね。まあそんなところで、今日はねコルベットの C2 しっかりね、ドライビングインプレッションも含めて紹介したいと思います。これね、ずらっと歴代コルベット並んでるんですよね。C3 までだけどね。これがね、初代。こんな形だったんですね。そう、はい、ワイド&ショートボディ4250しかなかった。これがファーストジェネレーション C1 で、53年のね、初代にデビューしたモデルで、これはね、後ろのテールがちょっと特徴的なんだね。あ、本当だね。この頃ブルーフレームつって、直録を最初積んだの。56年からはこのネイルテールといってね、こういう風にね、ちょっとテールのデザインが変わるんですよ。もちろんフロントのデザインも若干変更があるよね。でも大きなプロポーションとしてはね、あんまり変わらない。横が幅が広くて全長が短いっていうね、そんなデザインですね。58年になるとね、これも C1 なんだけど、4頭に変わっていくんだね。うん。で、リアはこのネイルテールを踏襲しています。で、62年最終モデルになってくると、実はね、フロントこのフェイスしていて、リアがね、C2 のテールのデザインになる。このデザインになってくるんだね。こんな風に進化していくんだよね。そしてこれがその C2。 C2 は1963年にデビューするんだけど、63年にデビューした時はね、スプリットウィンドウズってね、ビートルみたいにスプリット、リア のウィンドウがね、二分化されてるんだね。これがまた希少でね、これは65年のモデルなんですね。で、 C1 って結構ね、53年、まあ54年からデリバリーが始まって、62年まで、63年に、このスプリットウィンドウが出るまで、C1 は8年間作られていくんだけどね。で、C2 に関しては5年間、63年から68年まで5年間作られたんだね、はい、68年になっていくと、この C3 というモダンなスタイル、流線形のデザインになっていくね。で、この C2 というのは初めてスティングレー、コルベットスティングレーって言われてるでしょ、はい、スティングレーという名前が冠されたのも、このC2 からのモデルなんだね。そのスティングレーってどういう意味なんですか？エイだね。あ、エイ。エイ。こう、エイのようなね、はい、こう、デザインだよね。確かに言われてみると、うん。シャークっぽいんだけどね。サメっぽいんだけど、これもスティングレーです。これはね、アーマインホワイト。最近ね、塗装し直したんですよ。もともとね、これを買った時はね、オリジナルペイントが残ってたので、内装とかもオリジナルのままなんだよね。もうそのまま原型バリバリとどめてるモデルで、塗装はね、もうこの辺にクラック入っちゃってね、走れなかったの。紹介したかったんだけど、走らせられなかった。ペロペロめくれてくるからね。ああ。だからね、しょうがないんだよね。で、日本に来てから、アメリカでこれジェフ、友達のね、これがきっかけで友達になったんだけどね、はい、ジェフがね、大事にしてた C2 でね、ヘミングスのサイトで買ったんですけどね、それからずっと友達のままでね、今でもいろんな車のアドバイスも受けてるし、それからアバンティ買ったりとか、ジャガー買ったりとかね、はい、海外とのね、セッションも代理でしてくれてね、すごく頼れる、車好きのエンスジアストのね、ジェフのもともと持っていた C2 なんですね。これはね、V8 のエンジンが積んであるんだけども、はい、一番素のモデルと言っていいぐらいかな、エンジンがね、やっぱりオプションで選べるんだよね、はい、この時代になってくると。で、
オプション設定されていて、オートマオプションにしてハウマッチとかね、はい、エンジン乗せ替えてハウマッチとかね、でキャブレターも乗せ替えてハウマッチとかね、そんな風にしてカスタマイズしてオーダーされた、C2 なんだよね。パッケージングされてなくて自分で選べる、予算に応じてグレードを選べるっていうもの、これが一番スタンダードのモデルだね。だからすごくおとなしい、250馬力しかないんだけど、トルクフルでね、やっぱ V8 特有のね、あのトルクの太さ、これは感じますね。ただレーシングカーかスポーツカーかって言われると、はい、そうではないね。むしろ乗用車な感じだから、女性が乗ってもあの別にそんなに違和感感じないし、ビュンって出るってこともないしね、じわっと加速していく感じ。この C2 っていう車は、うん、当時その高級車だったんですか、それとも庶民カーみたいな。これは庶民の車ではないと思うね、うん、アッパーなグレードの人たちのスポーツカーというカテゴリーだと思うね。うん、この時代になってくると、例えばコルベアとかね、65年、 なるほど、あの辺の庶民的な車あるよね、まあ、みんながこう女性も含めて車に乗るような文化になってくるんだけども、うん、これはその中でもやっぱりコルベットっていうのは、はい、アメリカでのステータスシンボルでもあるからね。で今ではね C8 まであるけど、2022年で C8 がデビューしたけどね、はい、もう何年になる、22年で C8 だから70年、はい、コルベットという名前で生産されてるってことだね。すごいです ね、 ね、そうなんだよね。だからコルベットが1953年に、誕生してるから、ちょうどアニバーサリーな年だね、はい、うん、エンジン見てみますか。はい、エンジンルームピカピカだよ。これこそがオリジナル。ね、とっても綺麗でしょ。綺麗です ね、 ね、だからジェフはね、演出ジャストだから、はい、こういうね、例えばパイプ一つとってもね、ホース一つとってもオリジナルのものを使ってるんだね、うん、当時のね、また当時のものがデリバリーされてるっていうアメリカの文化もすごいよね、うんうん、そうですね。だからコルベットに関して言えば、丸々作り直せるね。あ、そんだけ揃うんですか。揃うで、このエアコンに関しては賛否両論があるんだけども、はい、僕がアメリカで買った時にジェフにつけてもらいましたね、はい、はい、3電がついてますね。おかげさんでよく冷えます、はい、大事ですね。そうだね、キャブレター、カーターのキャブレターがついてるね。まあ、327スモールブロックエンジンなんで5リッターのエンジンですよっていうことだね。でこの時代になってくると、65年ぐらいになってくると、エンジンもね選べるでしょ。だから427のビッグブロック、454のビッグブロックエンジン、454は確か、C3 からだと思うけどね。まあそんな風にして大排気量化ね、馬力もどん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 上げていくっていう時代に差し掛かっていくね。で大体1970年をピークにして、そこからディチューンが始まっていく。だから69年70までがパワフルだね、うん、400馬力弱あったんじゃないかなそれ で、 で、そうそうそう、1972年になると300、340までこうどんどん落ちていくんだね。ディチューンされていくってことだね。まあそれは排ガス規制の問題だったりするね、環境特性に配慮したものにしましょうという世界的なムーブメントの中でデチューンが始まっていったということだね。エンジンかけてみましょうか。はい、一発でかかるよ。非常に静かでしょ。静かですね。ね、これがドノーマルです。非常にコンディションのいいエンジンですね。うん、安心感があるね。うん、振動もないでしょ。本当ですね。としていて、これが V8 なんだよね、実はね。調整がしっかり整っていれば、良い混合機、良い圧縮、ね、そういったものが整っていれば、これだけ静かなエンジンだってことだよね。
で C2 に関して言うと、まあ、デザインはねあんま変わってない。 C1 はさっき言ったように2年ごとでだいぶ変わってくるよね、うん、2頭が4頭になったりとかテールのデザインが変わったりとか、はい、63年のスピリット以外はほとんど変わらないんだけど、年式をよく見るためにここ見たら分かる。ここだね、ここのサイドベント、はいね、63から64まではここのプレスラインが違うのね。こういうのエラっぽくないんだよね。でこれ3本ラインでしょ、5本ラインだ。おもっと細かくなる。 C2 も、あ、 C3 もそうだよね、はい、エッグプレートになってたりとか、でここのデザインが若干違うよね、うん、あとはねほとんど一緒、バッジとかエンブレムが多少年式ごとで違うけどね、はい、そんなものかな。あともちろん内装のデザインとかインテリアのデザインも若干変わってくるんだよね。メーターパネルもそう、初期型はねこれがね針がこう回ってるのよ、これまっすぐでしょ針が、はい、ここのねデザインもちょっと違うんだよね、一癖あるんだよね。もちろんこのドアパネルのデザインも違う、うん、これはねさすが高級車だからって感じ。おお。で三角窓もねこれ、まあ、これはレギュレーターだね、ウィンドレギュレーター。これがノックで、これがドアのリリースだね。でこれがライト、ライトつけてみようか、はい、ライトこれ面白いよね、これ好きなんですよね、これね開いてくるのかっこいいですよね。タコ踊りみたいだけどねビタッて来ないんだよね、じわっとこう来るんだよね。なぜかっていうと負圧を使ってるから、はい、負圧でこうバキュームラインを使ってねこう回転してるわけ、うん、だから空気が吸われてくるとこう開いてくるわけ。だから右と左が同調して開かないんだね、電動にするとバシャって開くよ、もっとスピーディーに開くけどね、はい、不圧式です。あら、なんか変なことになってますよ。お、開いたでしょ。はい、閉じた。はい、閉じました。開けます。ね、ライトスイッチは別にある。これライトスイッチ、これスモールで、ここに雨シャワーあるあるだね、これハイビーム、パッシングライトだね。そうするとここに赤いランプがつく、パッシングしてもあの ハイビームですよ。なんか足元にハイビームあるってすごい違和感ありますね。うん、でもアメ車これ多いよ、うん、要はパッシングライトだから危ないよって警告だから、はい、手でやるよりも足でやった方が合理的だよね。うーん、危ないよっていう警告だから。なるほど、うん、あと切り替えやすいよね、走ってて対向車が来たら。あ、確かにそうですね。でしょ。あとはね、これラジオだね、 FM と AM、一応ね、音出んだよね。おぉすごい。チューニングやってないけどね、まあ使わないよねこれでバンドが変わる、 FM、AM、 表示が変わるよね。なんかでもこの年代で音出るってちょっとすごくないですか。うん、カサカサの音だけどね一応音ね、チューニング合えば出ると思う、はい、AM ならなんとかね、ギリギリね、アメリカのバンドを歌ってくるんだけどね。そんなんでね、でこれがねアンテナ、これね、はい、上げるよ。はい、おお、上がったでしょ。上がりましたね。えこの車は時計以外感動品で、これは、うん、パーキングブレーキだね。こう収めてきます。そしてここ消えますね、ブレーキ、パーキングブレーキ入ってますよってね、フリッカーして教えてくれるね、うん、はい、これがウインカー、
こんな感じですね。あとはこれシュガーライパー、ワイパー、これも入ってないけど、これを押すと押し焼き出るんだね、はい、握り回すとこう動くね、カニみたいだね、こういう状態、はい、はい、ということですね。少しジャムってますね、はい、まあこんな状態ですね。でこれがヴィンテージエアというエアコンがついてるんでね、後付けなんだけどもね、これがファンのスイッチです。リニアでしょ、すごい、これね、これがベンド、上から出たり下ここの前から出たり、これを調整できる、めちゃくちゃ高級仕様ですね。でしょ、はい、これはだからもう近代車だよね、うん、これはだから後付けしてあるから、あ、そういうことなんですか。そう、当時はエアコンのオプションあったかな、多分あったと思うけど、はい、まだまだレアだったよね。でこれが音調です。右にすると冷えます、サーモだね、はい、というシステムですね。だから快適ですよ。これは4速、1、2、3、4で、リアは手前に引っ張ってこれを持ち上げてね、このトリガー、このトリガーを引っ張ってこう、これでリアだね。このホイール、ノックオフホイールだね、フェイクじゃないよね、ボルトオンじゃなくてノックオフですね。このノックオフホイールはケルゼーハインズっていう当時ものです、1965年のものですね。そうです、そう、タイヤも当時ものです、うん、今でも買えるんだよね。あ、そうなんですね、うん、そうそう。でこれはファイアストーンでイエローラインが入ってますよね、まあ、これゴールドラインっていうんだけどね。でこの前のモデル、64年のモデルというのはレッドラインなんです。だから正しくタイヤまで履かせようとすると64年はレッドラインのタイヤを履いてなきゃダメです、というかレッドラインのタイヤをオプションで選べたということね。で6566はこのゴールドライン、67はホワイトラインというオプション設定だったということね。だこういったところもジェフは細かく知ってるから嫌なんだよね、年式が違うものを履いてること自体が許せない。知らなかったらね、それはあ、ゴールドラインですね、イエローラインですね、レッドラインですね、おしゃれですねで終わってるけど、はい、知ってるがゆえに違いが分かるんだよね。うーん、だからアメリカのエースジャストたちってみんなそう、めちゃくちゃよく知ってる、細かくね、はい、まあ、そんなんで正しいものが装着されています。
C2 と C3 の大きな違いっていうかね、やっぱりね乗車フィーリングがね、どちらかというと、このね C2 の方がね乗用車チックなんですよ。で C3 になるとねもうスポーツカー、ロングノーズショートデッキみたいなねスタイルになりますけど、まだこれはね箱型してますよね。結構アップダウンが激しいですね。でもねエンジンがすごく調子がいいので気持ちがいいですね。これはねファーストもついてないんですけれど、運転操作してる時には重すぎないし、極端にね太いタイヤを履いてるわけじゃないので、それなりに心地がいいですね。重くないですしね。で軽すぎてフラフラするってこともないですね。で吹き上がりも非常に気持ちがいい、スムーズに上がっていく。で3速のレンジが広いので、だいたいこういう街中市街地走行でも3速ぐらいで、そんなに頻繁にねジャガーのようにこうミッションを切り替えなくてもトルクフルだから扱いやすいですね。低速域でもね3速でしっかり上がってってくれますしね、ノッキングする感じもしないからちょうどいいですね。これやっぱ上下動が激しいですね。まあ突き上げるみたいなねバン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 ピーな感じ、まあ、船みたいな感じがしますね。でもこのスモールブロックはいいですね。軽いですしね、といっても5リッターありますけど、まあ、ビッグブロックに比べるとね、どうしてもねビッグブロックパワフルなんですけど重たいんですよね。でこういうね街中市街地を、まあ、3、40キロ、5、60キロのところで走るにはやっぱりスモールブロックの利点がありますね。だからこのね、一番スタンダードの250馬力の C2 ですけどね、これはね乗りやすいですよ。とっても気負いもなく乗れますしね。僕はもともとだからコルベット大好きで、一番最初は C3、トム・クルーズがね映画で使ったっていうね、C3 を買って、それが1970年のモデルですね。そこから始まって次にエクスキャリバーっていうね、これもアメ車なんですけどね、クラシックなスタイルの、まあ、ジャガーのねハンドレッドみたいなそんなシルエットしたものを買って、3代目に買ったのがこの C2 ですね。こう C3 に比べてエンジンルームもねゆとりがあるんですよね。広いですよね幅がね、だからその排気効率もいいんですよね。 C3 ってビッチビチに積んであるから、もうビッグブロックなんてのはもう本当に隙間が全くないぐらい、整備性も全く悪いですからね。そういう詰め込んだようなデザインにはなってないので、やっぱりオーバーヒートに関してもそんなに気を使うことはないんだと思いますね。キャブのセッティングだけきちっとしてれば、極端にオーバーヒートするようなこともないですしね。じゃあ高速に入っていきましょう。
速も非常に安定感があっていいですね。ジャガーみたいにこう車がもっと走らせろとは言わないですね。ゆっくり走ってくださいねと言ってる感じがしますね。これがもっとビッグブロックのパワフルなエンジンを積んだマシンになってくると、車がねもっと走れというのかもしれませんけどね。決してねレーシーな車ではないけれど、まあそれなりにドライビングプレジャーありますね。